すげえ光った。すごい綺麗だねこれ。うん、やっば。やっば。はいさい。YouTube。どうも皆さん、レクさんです。マメさんです。こんばんは。こんばんは。はい、マメさん。今日のレクさんテレビは何をご紹介しますか。はい、じゃじゃん、こちらです。カーズのチョコエッグです。はい、こちらのですね、カーズのチョコエッグを紹介したいです。です。で、マメさんね、このカーズ大好きだよね。うん、ね、今はね、あまりだとは思うんだけど、マメさん3歳の頃はね、このね、カーズがとっても大好きで、特にね、マックイーンが大好きでしたの。覚えてる？覚えてる。覚えてない？なので今回ねちょっとねこれね開けていきたいと思います。じゃあねちょっとねまず箱の方見てみましょう。はい、こちらですね、これがカーズの箱になります。これかっこいいね、うん、で出るキャラクターがこちら、ほらこちら、ねマックイーンと、メーターとフランチェスコなんたらかんたら、これあれですね、カーズ2のねキャラクターが出てきてますね。ちょっとねもう名前忘れちゃったんですよパパね。なのでこれをねちょっと開けていきたいと思います。はい、お3つ出てきました。じゃあ見てみましょうか卵。はい、こちらがですねカーズの卵となってます。ね前回のね、ディズニーのチョコエッグとはまた違って全てねマックイーン、この絵柄がね、3つともこのマックイーンの絵柄になっていました。ではね早速マミさんこれ割って中身を見てみましょう。はい、じゃあねカプセルの方出してください。はい、はい、こっちの方に置いといてくださいね。はい、はい、はい、2個目ですね。きれいに切取れた。マミさん、はい、こちらのカプセルね3つ出てきたの で開けてもらっていいですか。はい、はい、まずはこれからです。はい、何が入ってるかな。あれ書いてなかった。何が入ってる。書いてよ、なんか変なの見せて。はい、はい、あれこれなんか組み立てるタイプ。シール入ってた。はい、こんな感じでなんかね何も貼られてないやつ、何も貼られてないね、こんなね、のっぺらぼうのね、車が入ってました。シールも入ってます。で、この中に、こちらですね。はい、シールが入っていました。うん、これね、シール貼っていくんでしょうね、うん。はい。まさかのね、同じキャラクターで同じかぶりですね。これね、結構ね、かぶりのね、確率高いのかもしれない。ね。はい。じゃあね、早速これね、組み立てていって、組み立てたやつを見せていきたいと思います。はい、こちらがですね、シールを貼って、完成させたやつですね。かわいいね、これね、マミさんね。ほら、これね、横もね、全部こんな感じです、ほら。です。ほら、こんな感じでね、ほら。ほら。すごいね、かわいい、このカーズ。で、これね、一つ気づいたことがあって、なんとね、光を吸収して、暗闇でね光るね、シールなんですよこれ。へえ、すごくないですか。すごい。はい、じゃあね早速ねこれね暗闇でね光ってるところをね見てみましょう。すげえ光った。すごい綺麗だねこれ、うん、やっばやっば。皆様こんな感じでですね光ってるんですよね。見てマメさん、皆様いかがでしょうか。はい、皆様いかがだったでしょうか。はい、マメさんこちらのカズのおもちゃ、はい、どうでした。光ってびっくりしたね、うん、まさか暗いところで ね光るとは ね思わなかった ねで、この中でさこの2つの、まあ、キャラクターしかいないんだけど、どれがマメさんお好み。この黄色いの。黄色いの、うん、これねこれねちょっと名前がわからないんですよね。なので、イエローマックイーンっていう名前にしてるんです、うんはい、このね、はい、チョコエッグはね当たりだったと思います、うん、はい、うん、夜でもね暗いところでね、遊べたのでね、ぜひね皆様もこちらのねチョコエッグ見つけたらぜひね遊んでみてください。はい、もしかしたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。本日も最後までご視聴の方ありがとうございました。次回のレクさんテレビでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。